やってみましたよ、こんな。どう、いや、来ましたね、すごいね。俺もさ、いつものサブちゃんの感じでさ、調子乗って言いたいけどさ、周り格闘技ファンばっかりでさ、あんま調子乗ったこと言えんねん。いや、やっぱ男多いっすけど、数少ない女の子やっぱ可愛いよ。まあ連れてこられとうけど、大体。いや、でもちょっと、タトゥー入ってたりとか。自分の意思の女はゼロです。ギャルっぽい。そんなことないし、わかりませんけど。まあ今日はね、絶対に勝つ。誰俺、タケルがね、はいはい、いやもう元気会場入りしている元気会場入りはツイッターでね、あれを、書いた、いろいろ書いてあるのよ、一人ずつ、それこそ、那須川龍で会場入り、うわタケテンしかおらんやん。いや、別にやろ、別にやし、別にやろ、別にやろ、別にってか何か、いや、何って感じやろ、別にやばー、3人でいるだけ。いや、ほんとに、うわー、やばー、東京ってこんな感じ、すげー、東京ドーム、でっか、結構前じゃん、前やな、来ました。もう坂木村さんおった今。え、おった今、忘れ違った。じゃあ市原隼人と思った人、さっき市原隼人おったおった、あれもおった、息子もおった、あの野球選手の。誰、野球の息子誰っけ、長島。そうそうそう、ミーハーすぎるよ。ここからは多分取っちゃダメっすね、おそらく。ここ行けんのやばいでしょ。どうしよう、ヤンマンじゃん、やばい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 、ここ行け、もうちょ、どうしよう、えぐいって、やばい。あ、じゃあ一瞬だけさ一瞬だけサブちゃん取ってほしいんですよ、これ。絶対一瞬じゃ終わらん、黙っちゃうことだろ。いや全然一瞬、マジ一瞬、ほんと一瞬、絶対一瞬じゃ終わらん、ほんとほんと。だから起きろって言ってんだろ、さっき一瞬一瞬、マジ一瞬、ちょっと一瞬ねえ、やだー、お風呂は一瞬一瞬、ほんと一瞬、これこのまま回していけ。絶対ザマッチのことや。いやいやいや、もうマジ、もうお風呂は痛いのに。いやザマッチですよ。ほらザマッチや、もう最悪。絶対15分ぐらい喋るやん。そんなことないよ。本当に嫌だ。カメラ回してどうしたの？いいよ、しらじらしいこと言わなくて、さっさと話しな。話してんだろ。どうします？じゃあ流進から振り返ります？もう最悪、やめて。タケルと電信だけにして。流進ね。流進だ。流進。知らない。そこはあんたが突っ込みなよ。私は知らないんだから。あんたが突っ込む。ザマッチボケ。知らん、知らんから。一晩経ってもやっぱ冷めないですね、やっぱり。もうだからちょっと怖い、怖いんですよ。今からお風呂、もうお風呂入ろうとしてたから、だからもう、15分ぐらい話す。まあじゃあ、どっかでするじゃん。あの芦沢ヤーマンぐらいからの試合にしとく、後半。でもでも結局あそこからだったな、あそこからザマッチが始まった感はありましたよ。やっぱね、判定ダメだよ、起用じゃなきゃっていうことですから。ああ、なるほどね、やっぱそこ起用出ましたから。ただでもね、判定やったら KO 出てほしいと思うけどさ、KO は KO でさ、もうちょい見たいってなって。確かに確かに、はい、こういうそれがあるね、ジレンマですよね。なるほどね。まあその点やっぱ最後の2試合はやっぱちゃんと3ラウンドまでいってね、まあ判定だったけども、うん、判定でも見応えがあるっていうかね、そういう実力でしたね、よかったですね。どこピックアップする？もうなんかどこピックアップするよ。いやマジで、あれだよ、もうね、本当に余儀坊大社長様、確かに、から、まあもう本当に今回は別にお呼ばれしたわけじゃない、正直俺は別々にチケット取って行って、で、まあ挨拶がてら、挨拶させてくださいみたいな感じでね、言ったら、呼んでくれて、あら、いっちゃん前ですよ、本当のいっちゃん前、一番前。あ、そうなんや。菅田将暉より前におったから、俺。いや、最悪や。K-1 プロデューサーより前みたいな。しかも、いいマジで意味やから、正直。いや思ったよ、ストーリー見て、あ、なんか席移動してんなって思った、うち。300万の席より前だったもん。そうやね、意味わからんすぎる、ほんとに。実質500万。そう、身に合ってなさすぎる席におった俺らは、正直、うん、それが芦沢からアンポまで見せてもらって、じゃあいい試合のとこない、まあ熱い4試合、ほんとに熱かった、その前で見せてもらって、ヨギも買いました、本当に買いました、うん、買ってたね、勝つ。あんた買ったの？買います。それの振り返りしよう。だからさ、芸能人、じゃあだからまずタカはあんだけ騒いでた、あなたたちが騒いでたタカは来たんですか？来ました。
あ、来たんだ。お花渡してました。あ、それ見た。試合前だもんね、あれ。来てたんや。やばい。たばかっこよかったですね。あれね、その。ラッドウィンプスの野田洋次郎もいましたね。いたね。それなんか見た。あれだね。ソシアとか来てないんだよ。ソシア多分忙しかったよね。うん、あ、長友選手。隣がちょっと名前忘れてた。顔見たことある。あとまあ公表されたか分かるけどショコタンも持ってね、バックあバックグラウンドに、ショコタン裏になったね。裏にいました。なるほどね。うわあ、まあ、ゴミ持ったね。ああゴミ判定ダメでしょ。そうあれちょっとね誰も言わなかったゴミくん喫煙所に行ったでしょ。全然誰分からん。うん、あとね、あ、まあ俺目線で言うと社長がいっぱいいまして、アナーキ持ってきたし、うん、あの幻冬舎の健丈さんっていう、わからん幻冬舎じゃない、あと本屋さん、うん、文庫ね、あとエイベックスの松浦さんもいましたね、うん、前にあれ長くなってるうち聞きたいのはみんなが違う、みんな違う、違うもうやめて、うちお風呂入るよ、あんまり話してたんだよな。すごいな、そこないやん。やっぱチャイはノイリー知らん、ノイリーがよ、ちょっと見直すよ、チャイが知らんのよ、知らんの、誰しっかり見てないと思う。俺のチャイの立ち方さ、やっぱノイリーのさ、あれあれうわ知らんの、うちノイリースパイや、誰も知らん、マジ俳優の入り推しは、しめっちゃ好感だなと思うよ。いや、めっちゃ好感だから。純平の人は、梅野さん、来る。あ、来ないか。純平来ないか。で、来るか。で、元気さんがサングラスをかけて来る。で、うちも来る。どうだったんですか、それは。いや、もう家にいましたよ。あげた、ストーリーに。家で見てた。父の日から、多分お父さんと怖いって言ってるから。優しい。いや、部屋。食事行ってる後。まあ、そうなんで、同時刻ぐらいに元気に関してはだってよ、工事の横で見てたよ。そうだね、すごいよ、こんなこと。工事ですよ、スーパースターよ、俺たちの。あー、でもあれだったね、その、芦田の、芦田です、多分自分の曲かな。あー、もう俺の散歩の今行くなんか、あとなんか、負けたらファイトマンがいらないさ、もらうのか。ちょっと結構いい曲あると思いますけどね。もういいですか、もうあと2人で話してください。もう20分撮ってるんで、もうほら最高って話してていいです。もうじゃあ、まあ、あとはお二人で2人で仲良く話してください。ほら